フットボール佐賀に男子ソフトボール部がどいだけあると。なかなか何もせんで全国大会ばっかじゃなか。いいっすね。目標はもちろん全国大会優勝です。それはちょっとね。もしかして勝つつもりだったの。そがんとわからんやろ鬼塚。俺みんなってやるソフトボールが大事だ。ここで逃げ出したら俺絶対後悔するから。思い込みでも突っ走る彼らの思いは夏より熱い。ソフトボーイ